どうします？分かるでしょ。え？分かるでしょ。どうしますか？キャラメル食って銀歯が取れていて痛いんですよ。ここ明日歯医者行く。もう一回ちょっと蹴り引っ張るの。調子良さそうに見えるんですか？はい、そうですね。あの階級が前までは62キロが最高だったんですけど、今回1キロ減ったんで、やっぱその分調整は、はい、あんま体重のことを気にしなくてもいいようになります。どのぐらいいつもそれですか？そうですね、10キロ前後ですかね。はい、今何キロ？もうあと1、2キロ2キロぐらいですね。はい。普段の体重自体は何キロぐらいなんですか？階級がどんどん変わってるじゃないですか。まあ全体的に増えるのは70前後ですね。はい。僕ボクシングの時57で戦ってたんで、やっぱ結局は体自体はね、身長伸びてるわけじゃないんで、あとは筋肉とかその分つけないと、まあ変な話6キロ分だから一気にもう上げていっぱい食べて、それから落とす感じですね。いっぱい鍛えて、本当はもうちょっと増やしたいですよね。70もっといって、そこから一気にやればもっとカット出るし、力もつくんじゃないかな。筋肉つけたいっていう話だったんですか？はい、見てるとだいぶ声が締まって。そうですね、でもまだちょっと減量がね、簡単ってことはまだ落ちるものがいっぱいあるっていうか、あるってことなんで、まだちょっと完成期じゃないですけど、もっとでっかくなりますよ。そうです。
あの前回の試合ではやっぱりボクシング中心にって感じだったんですけど、はい、今回はまあ基本的にそのスタイルは変えないですね。はい、まあ、パンチが7割8割、でもやっぱり K1 のリングってやっぱキックのキックじゃないですか。やっぱりねボクシングパンチ当てるね当てたいからってボクシングの感覚でやったらやっぱ当たらないんですよ。やっぱキックを知った上で足ね足の距離とかそういうのやっぱもう学ばなきゃなっていうのは、まあ、上松君の時にデビュー戦の時にやっぱ痛感したんで、まあ、だからそういうパンチにつなげる蹴り、まあ、次の相手あの DJ 君なんかはさっきの俺 の, あのサイドキックで全然倒れると思うんですけど、あれレベルで あれ なんだあのあのねこの間あのサッカー見てたらブラジルの選手がすげえこれで決めたんですよ。だからみんな客が喜んだんで、あ、俺もこれをあのリングの上でやればみんな喜んでる。よくわかんないけどごめんなさい。え、俺のここサイド硬いっすよ。ちょっと俺のここ気をつけてよね。まあでもあのパンチですよ。パンチ倒す時も多分パンチですだし、うん、もうパンチしかないです僕は。はい、あの当選でリレー対戦はい、まあ、試合のビデオとか、はい、研究っていうのはどうですか。まああの資料をもらって見たんですけど、僕あんまりそういうの見るの好きじゃないんで、あのまあ見てどんな感じかっていうのは当然見ますし、はい、スタイルも見て、でもやっぱり僕はずっとこう格闘技何戦もやってきて、あの毎回自分のスタイルは変えてないつもりなんだけど、毎回人によって変わっちゃうじゃないですか。その毎試合違うんですよ。だから彼のその前の試合見てもその相手だったからそういう動きだったわけだって、まあ、基本的なの見ればあんまり何を打ってくるとかどうこうやったらこうやってくるとかっていうのはやっぱ彼も練習してきてると思うんで、いろいろあれから成長してると思うんで、あんまり参考にしないっていうか、それで変にね入り込んだら、うん、考えすぎが良くないと思うんで、はい、まああとはまあ自分のやりたいようにやってればあの勝つのはね俺だって思ってるんで、はい、まあ俺のスタイルを貫くことですね。相手はあんまり関係ないです。はい、コスプレをしてきたり、はい、すごく色物的にね、あのびっくりしたっすけど俺、いやあれはどういう意味でやってきたのかっていうのをじっくり聞きたかったんですけど、あれ受けを狙ってるのか、なああいう人なのかね、いまいち僕分からないから、まあ、コスプレファイターじゃないですかってあの知った、あの聞いてたんですけど、いや俺もっとなんかそういうそっちの面で俺をちょっともうちょっとビビらせてくれるのかなと思ったけど、いやちょっとあれ何なのかなと思って、俺を逆にイライラさせるんだったらダメだったら彼はすごい、はい、正解だと思うんですけど、そのあのあれで何かを自分のね、うん、あれをだカラーを出しに来てたんだったらあれ失敗だと思うんですけどね。はい、ちょっと考えた方がいいかな。それでイライラした、まあ、イライラ、そうですね、負けるその時点で俺負けっすかね。大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。いやいや危ないな。うん、そういうなんかイライラとか怒りっていうのがパワーに変わるような気がするんですけども、はい、怒りとかっていうのがあるんだ。いや俺失態にしかつながんないですからね。今までね。はい、もうそろそろもう26、今年7なんで、はい、もうちょっと成長しない。でもなんか本当に不思議ですよね彼は。不思議、そういう意味で怖さはありますね本当に。なんかクラスに一人もう昔からやっぱなんかいるような不思議な子ですよね。不思議だから俺そういう子結局見抜けずにここまで来たんで、そういう面での怖さはありますよね。この人何を考えてるんだろうっていう、そこが知れない。はい、まあたい焼き屋でね働いてる、あの時俺働いたことあんのって、たい焼き何してんのって、俺たい焼き何も分かんないですからね。はい、ちょっと言っちゃって、それは本当たい焼き、いやごめんなさい、すいませんでした。僕もいっぱい食べて研究します。あのプロとしてあの演じてるのが
分かっちゃった。彼絶対素じゃないんですよあれ多分ね。あでも分かってないから分かんないですまあでもいやでもやるのはキックじゃないですか。まあ彼はそういう、まあ、あれはもういいですよ。ああいうコスプレとかねもうそういうのはあれではもうでパンチも強いらしいし自信持ってるらしいしね、蹴りもやっぱキックでも何戦かやって勝ってるみたいだからまあ経験値的には一勝かそれ以上だと思ってるんで、だけどパンチだけは絶対負けないというか負けるわけないんで殴り合いになればまあ勝ってるね、勝ってるのは俺ですから勝つのは、はい、自信ありますよ、はい、だってボクシングゼロでしょ経験ね、どっかのジムでやってようか何しよう俺はボクシングの試合で何戦もやってチャンピオンになってるんですから、はい、そこではどう見ても負けないですよ、はい、キックボクサーをパンチで倒すことに、はい、みんなねそれが見たいんですからみんなは、まあ少なくともボクサーはあっちは、はい、選手は本物だと思ってないくらいね、はい、はい、うん、何で、まあ、K-1 ファイターとして本物ではないのか、あのボクサーとして本物ではないのかとかそこにちょっとちゃんと言ってもらわないと、俺も K-1 ファイターとしては僕まだ未熟者だと思ってんで、これからもっとね、あのね、どんどん K-1 ファイターとして大きくなっていこうと思ってんで、でボクサーとして本物とか本物じゃないって、それは失礼ですよね僕に。はい、だったらね、あのボクシングやればいいんだから彼は、はい、ゼロから別にボクシングね、あってチャンピオンになってとはなんか目指せばいいんだから、俺は K-1 をやりに来てるからね、まあ別にいいですよ、未熟 K-1 の舞台で未熟者だったらまだ全然完成されてないんだったら僕なんかねないんだから、えそう思われてしょうがないですよ別に。だからもうこれ今俺がここでいろいろ言ってもなんか彼のあれ、まね、うまくあれされそうなんでペースになっちゃうんで、まあリングの上ではい分からせます、はい、大抵ね、2回行って合計2ヶ月くらい行ってます、相当向こうは本気でやり込んでて自信もあるし、あ、うん、これタイ行けば強くなってたら俺も行きますけどね、まあ俺はその間に沖縄とグアムと山梨と埼玉行きましたからね分かんけ滑っちゃったあーやばいやばいバカンスいや、バカンスじゃないですよ、もう何かを言いに行ってんですか、なめんなよ大丈夫です。前日会見とか面白くないですよ、で、また俺はイライラ、え絶対突っ込むでしょ、また突っ込みません、俺は会見の時、彼と絡みません、俺はいいですね、絡まないです。作戦みたいな、対策みたいな、いや、まあ作戦はいっぱいありますよ、あのね、やっぱ彼とやるって決まって彼なりの対策っていうか、あのどうやって戦ったらいいかっていうのはすごい考えたし、はい、大体ね、あのくぐってきたね修羅場の数が違うんですよ。あ、どっかで聞いたことあるんですか。聞いたことある、ちょうど1年前くらい、あ、1年前くらい全然向こうはオタクみたいですけどね、まあでもやるのはあれですから K-1 ですから、彼とね、その私生活の戦いをしてるわけじゃないんで、ね、そういう個人的なね、うん、大丈夫です、キックで。だから今年から63キロ級も始まるし、ここで、まあ、旗揚げ戦なんですかになるんですかね、63キロの。どうかな、まあ、自分の中でそういう意識はあるんですけど、まあ、これから、ね、新しいそういう階級ができるっていう、な俺みたいな、まあ、そこのスターは俺だみたいなね、まあ、主役は渡辺ですよいつも言ってるけど、まあ63キロこれからね背負って立っていくんで、まあそういう意味でも負けられない一戦になるんで、うん、本当俺が KO するとこ本当楽しみにしてください。見れば納得、あ TBS ですか、あごめんなさいあすいません、俺をずっとみんな応援してください。大丈夫ですか。なんない。はい、じゃあ終了します。ありがとうございました。大丈夫ですか今ので。
ちょっと違ったもう一回取り直します。パンチ力がなんか結構ガツンと言ってくれればね、なんか宣言します。はい、あ、宣言していいんすか。どっちでもいいっすよ、あの、エビリッシさんがよければよろしい。いいですか、宣言。すごい俺考えるんですけど、え、試合の流れとか俺全部分かっちゃったんですけど、今回いいですか。あの、2ラウンドの2分10秒、15秒ぐらい過ぎてからちょっと何か起きますね。ちょっと細かいな。ちょっと待ってください。俺自分で起こせんじゃねえか。そしたら俺時計を、そうそうそう、だからやめよう、ちょっとやめようかなと思って。ちょっと待って待って、分かりました。あの、分かった。あ、テープなくなっちゃった。ちょっとすいません、すいません、で、結果2ラウンドの、あの、いいっす、2ラウンドに決着つけます、つけます。で、2ラウンドで倒す、すごいイメージが湧いてるんで、これはもう3ラウンドじゃないんですよね。1ラウンドでもなくて2ラウンドでやっちゃいます。自爆しないでよ、そんな。え、しない、自爆はもうしないです。あの、本当にやっぱね、1ラウンドは向こうも元気あるし、でも2ラウンド目に本当に俺が倒す絵が浮かぶ、はい、できてます。そういうシナリオですから、2ラウンド気をつけてよお前。な、本当に2ラウンドはそのインサイドに、インサイドはね、すごい難しいですよね。しかもローゼ倒れないって言ってたの。え、あ、俺は倒れないですよ。相手は分からないですよ。俺ここめっちゃ硬いですよ。まあ、本当に2ラウンド決着で、まあ、2ラウンドまでに片付けますんで、はい、あ、殴り合おうよ、ね、はい、いや、ありがとうございました。大丈夫ですか。宣言してくれ。1ラウンドって言っとけばよかったな。そこがね。でも1ラウンドで倒すかもしれない。はい、そう、戦略です。あの、どれでも選べるんですけど、ローとか。どれが一番得意なのは。あ、ローか。じゃあハイキックにしましょう。ローにしましょう。ローにしますか。はい。なんかサッカーみたいな。